そう、ちなみにこれがまあラウールの法則だね。うん、だからまあ補足説明は入ると思うんだけど、別に大したことないでしょ。あ、P×X、 まあ X はモル分率、うん、でまあよく見る方の蒸気圧効果度の問題はまあ K×M、 K は定数で、この M がモルパーキログラムと、まあ質量モル濃度が唯一関わってくるのはこの単元だけだよね。で、この蒸気圧効果から考える理由はここから全てが始まるからなんだよね。凝固点効果とかも全部含めてだけど、まあ普通にこれが水じゃないですか、うん、もちろんこのところが1気圧温度だね、うん、でした場合、まあ、ここで蒸発しますよ、ここで凝固しますよと、ということは、まあ、水の沸点って何度ですか？100度。そうだね、あ、ボイリングポイント100度だよ。で、凝固点が0度。そうだね、がフリージングポイントで、0度だよと、いうふうに今なってるわけだけども、今それの蒸気圧曲線って要はここだろ、ここだよね、うん、ここが今蒸気圧曲線になってて、それが降下するんでしょ、うん、蒸気圧が下がるのもね。じゃあ蒸気圧が下がるんだから溶液の図にしてって言われたら、まあ、溶液の図正確かどうかはちょっと抜きにして、まあ、こんな感じ、うん、X 水溶液の図になると。ということはこことかここが沸点については上昇してるよね。で、凝固点については、まあ、下降してるよね。うん。だから、沸点上昇度って言うんでしょ？ここ上がってるよねと。じゃあ、どのくらい上がったのっていうので、デルタ TB でね。まあ、B はボイリングの B ですね。で、それに対して、比例定数かけることの、やっぱりこっちも質量モル濃度と。うん。このデルタ TB が沸点上昇と。どのくらい沸点上昇したんですかと。だから式一緒やで、ここもね。ここも同じでしょ。今じゃあ凝固点が下がっちゃいましたと。じゃあこの凝固点効果はと、デルタ TF って書きますと、フリージングポイントですね。で KF かけるやっぱり M だよと、これを凝固点効果と。凝固点が下がっちゃうから、